はい、まあ、バイオハザードといえばですね、敵キャラクターっていうのはすごく個性的なキャラクターが多いと思うんですけれども、今回、アフリクテッドでしたっけ？アフリクテッド。なんでこの喋りにくいキャラクター名が多いんでしょうか？レベナント、はい、レベナントかっこいいあれ、なんか意味あるんですかね？意味ありますよ。五感じゃなくて。違いますよ、ちゃんと意味調べて。あ、レベナントですごい意味があったと。アンデッドっていうのがその存在する前にはレベナントっていうのが一般名詞だったらしいみたい。まあ、あまりにもゾンビはもう使い古されてるんで、今回はちょっと違うものっていうのでレベナント入らせてください。あの豚のデザインはどうやって作られてるんですか？豚じゃない、犬。あれはね、もともと今回の敵はこう、うん、あの今までの、ね、BOW とかゾンビと違って、こう誰かに誰かの意図があって作ってるんですよ。最初ここにパイプ入ってたんですよ、ね、ゾウみたいになってたんですよ。あれ絶対やりたかったんですけど、そうだけど、うん、それはゾウに見えるからやめようと。それはディレクターが、そこはもう、はい、鼻切ってます。パイプ付いてたんで、いろんなものにパイプをつけるのが、ね、うん、今回僕流行ってたんで。そう、他は弾が付いてる敵いましたっけ、パイプ。謎のあの人、あれは何なんですか？あれはそうですね、僕のパイプ病の一番大きかったと思うんですけどあれも全面的にお任せしたんですよ、うん、デザインは。それもとんでもないものが出てきたんで。今回ロケーションが東欧の方なんですけど、うん、結構東欧の森って深くて怖いなって、すごい、うん、その東欧の森怖い時期があったんですよ。東欧の森怖いブームがあったんですマイブーム的なもの。そうそう、その時に出てきたのがこう、ね、あの赤ずきんちゃん の、 その、ね、あの童話とか、うん、そこら辺に結構森をテーマして怖いものなんで、そういうのもちょっといろいろと織り交ぜながらやってた時期ありますね。アフリクテッド、まあ一番最初に出会う今回の出来だと思うんですけど、こんなんつけたら痛いでとか、そういう感じでこう悪なりで作ったところありますね。今回あとあれですよね、バイオ2もちょっとオマージュしてて、いわゆる目玉デザインの結構クリーチャーが、ね、あったりとか、タイトルもまあ目玉もまたフィーチャーしてますけど、まあ、今回そのオーバーシェアがこう島監視してるっていうね、あの、うん、怖い島っていうところでいろんなところに監視モニターがあったりとか、そういうところでもやっぱり見てるでっていうのを、ね、目の希望としていいなと思って大きい事件が1個あったんですよ。この場でも凍りついて、どうしてもナタリアで戦いたい、あの世は忘れられない、みんなから、いやこれは愛せないです